春明様は。戸は開けない約束でしょ。約束をした時点では守るつもりでしたが、あなたたちが約束を盾に僕を好き放題悪者にするからあえて破りました。何なんですか、その見苦しい過去設定を並び立てれば無事嫌われて円満破局みたいな空気感は藤吉イズムですか。ぶっちゃけ千恵美ちゃん程度の面倒さの子は、いくらでも転がしてきましたから、状況がこうでなきゃ発奮するだけですし、リカ子さんみたいなレアキャラは、超絶美味しいとしか思えない程度には人間腐ってるんで、諦めてほしいですね。ん？まあ、その、あなたがどう思うかは知りませんが、僕は今の話で、あなたをより信頼しましたし、好きになりました。え？え？ちえみちゃんにもそう言ってあげたいところですが、それはあなたへの定説に戻りますから、別の手を打ちましょう。明日謎理論でしっかり丸め込んで、僕の友人を紹介しましょう。僕より少し頭が腐った変態野郎ですが、気は合いそう。いや、待てよ。先生の方がいいかな。もしちえみちゃんがちょいピザ丸ハゲでも気にしないなら、超絶尽くす彼の方が。春明様、あの、なんだかよくわからないのですが、なぜこの流れで私を、その、好きなどと。言ったでしょ。僕は、ルールは自分で決めたいんですよ。感情だって他人にルールされたくないですから。みんなが嫌いなものでもその気になれば喜んでいただきますとも。だから僕に嫌われたければ方法を改めてください。あなたから好きだって言ったんですからね。覚悟はしてもらいましょう。バーカバーカ、リカ子さんのアホ。死んでる？何ですか？いきなり。あなたはバカですか？いや、まったく、何なんでしょうね。こっちが、聞いてます。賭けはまだ、有効ってことにしませんか？生き残った時、好きなように望めばいいんですから。僕はそれを打ち消すような望みは言わないですよ。あなたは本当に不思議な人です。多分きっと芹沢様の言う通り、とても悪い方なのでしょう。それでもそう言っていただけて嬉しかった。それだけで私はもう十分です。明日生き残った時、答えをください。あなたは今晩狼に殺されるかもしれない。僕と名子を守るために自ら正体を明かす賭けをしたから。もしあなたが明日目覚めてこなかったら、僕は結局
あなたにこんなことを望む資格なんてなかったと引き下がります。春秋様、せめて最後にお慈悲をいただけないでしょうか。ダメです。僕はそれだけを生きがいにこの夜を越えるんですから。不謹慎ですが嬉しいです。それではさようなら。あ、待った。まだ何か？野蛮としての植松理香子さんに一つ協力してほしいことがあります。